キャスタンパク質構造分類データベースは、タンパク質ドメインの進化的関係に関する情報を提供する無料の公開オンラインリソースである。これは1990年代半ばに、クリスティーン・オレンゴ教授と同僚のジャネット・ソーントン、デビッド・ジョーンズらによって開発され、現在もユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのオレンゴ、グループによって開発が続けられている。キャスは、 スコップリソースと大きくの幅広い特徴を共有しているが、詳細な分類が大きく異なる領域も多くある。実験的に決定されたタンパク質の立体構造をタンパク質構造データバンクから取得され、必要に応じて連続するポリペプチド差に分割する。これらの鎖の中にあるタンパク質のドメインは、自動化された方法と手作業によるキュレーションを組み合わせて識別される。 次に、それらのドメインは、CAS の構造階層の中で分類される。クラスレベルでは、二次構造の内容に応じて、ドメインが割り当てられる。すなわち、すべてが、アルファヘリックス、すべてが、ベータシート、アルファとベータの混合、または二次構造がほとんどないなどである。アーキテクチャレベルでは、三次元空間における二次構造の配置に関する情報を用いて、 割り当てを行う。トポロジー、フォールドレベルでは、二次構造の要素がどのように接続され、配置されているかの情報が用いられる。騒動スーパーファミリーレベルでは、ドメインが進化によって関連していること、すなわちそれらが騒動であることを示す十分な証拠がある場合に割り当てられる。構造が実験的に決定されていない、ドメインの追加の配列データは、 キャスの姉妹リソースである GEN3D から提供されており、総動スーパーファミリーの作成に使用されている。ユニプロット KB 及びアンセンブルのタンパク質配列を CASHMM と称号して、ドメイン配列の境界を予測し、総動スーパーファミリーの割り当てを行う。キャスチームは12ヶ月ごとにキャス分類の公式リリースを提供することを目標としている。 このリリースプロセスは内部検証、追加のアノテーションおよび分析の提供を可能にするため重要である。ただし、PDB に新しい構造が登録されてから CAS の最新の公式リリースまでに時間がかかることもある。この問題に対処するために CASB は最新のドメインアノテーションついて限られた量の情報のみ提供する。CAS e n e 3D の最新リリースは2020年12月にリリースされ以下で構成されている。CAS はオープンソースソフトウェアプロジェクトであり、開発者は多くのオープンソースツールを開発及び維持している。CAS は GitHub 上に ToDo リストを保持しており、外部のユーザーが CAS タンパク質構造分類に関連する問題を作成し追跡できるようにしている。ありがとうございます。